昇竜ムーンは、日本の競争馬。名前の由来は昇竜に、母の名前の一部であるムーンから取った。11月22日京都競馬場の新馬戦、芝戦4 0 0メートルで7番人気で2着に赤敗。2戦目は12月6日の阪神の未勝利戦で1番人気に、押されるも3着に終わる。2月14日の京都未勝利戦で3戦目で、未勝利を脱出した。 自創のチューリップ賞は9番人気だったが、直線戦闘のアパパネをゴール前差し切り、重賞初挑戦で初制覇し、大賀賞の優先出走権を獲得した。安城の兵庫県競馬所属の木村県にとっても、JRA 重賞初制覇となった。そして、本番の大賀賞は直線追い込むも4着に敗れたが、オークスの優先出走権は確保した。オークスでは、 同中3番手でレースを進めたが17着と大敗した。小バとの初対戦となったクイーンステークスでは中段から追い上げたが5着に敗れた。周華賞では中段でレースを進めたが16着と大敗した。ナルオ記念では2.3番手で進んだが5着だった。年明けの1月5日、京都競馬初日の京都金杯では9着に終わったが、 1>, 1月30日の京都品バステークスでは、ヒカルアマランサスに一場新3、4差をつけて勝利し、チューリップ賞以来の重賞勝ちとなった。マイラーズカップでは終始後方のまま14着、そしてビクトリアマイルでも13着に終わった。クイーンステークスでは、後方から追い上げるも5着に敗れた。ポートアイランドステークスでは、内から抜け出すと、大外から伸びてきたロードバリオスに、 首差で勝利した。続く、カシオペアステークスでは3着に終わった。1月5日の京都金牌では、中団から追い上げるも4着に敗れた。1月29日の京都品馬ステークスでは、中団待機から内拉地沿いをついて伸びてきたが、ドナウブルーの2着に敗れ、連覇はならなかった。一息入れて6月23日のヨナゴステークスでは一番人気に押され、 中段でレースを進めるも15着に終わる。中京記念は、後位5番手を追走し、直線抜け出すもののフラガラフ派に刺され2着。スワンステイクスは直線伸びたものの6着だった。朝日チャレンジカップでは、最後の直線で混戦から抜け出し優勝、重賞三勝目を挙げた。一月の京都金杯で六着。三月の中日新聞杯で十六着に敗れたのを、最後に、 3月21日付で競争馬登録を抹消引退した。引退後はノーザンファーム空港牧場で繁殖品馬となる。ありがとうございます。